た選挙の投票日です。もうすぐ、8時前になるので、今、立憲民主党の本部前にいます。多分選挙活動で大変だと思いますが、まあ、選挙対策本部じゃないみたいなんですけど、まあこれが本部です。ツインパーク。ないか。ね。東京ツインパークス。うん、ツインパークスですね、うん。これレフトウィングやから。ライトウィングもあるかもしれないですけど、うん、ここが、立憲民主党の本部になります、うんうん、登録されて、はいはい、一応警備員さんに住所があっていると聞いたので、うんうん、どうついてますかね、うん、何かとついた党なのか、はい、うん、ちょっとこれからスケッチをして作品をこうタワーマンションが立憲民主党本部だったんで、ちょっと何も普通のタワーマンションで何もなかったので、これから選挙対策本部が新橋の駅側にあるっていうことで向かってみたいと思います。ガールズバー通りを抜けてきました、大通りに差し掛かると、立憲民主党の選挙対策本部のビルがありますが、うん、なかなか、うん、第一田村ビル？どれやろ？これは分からんな。ヒューリック新橋ビル、どれでしょう。あ、これ、あ、これだわ。ここです。入ってみます。あ、閉まってる。5階に立憲民主党っていう表記があります。入れません。立憲民主党の表記がありますが、あれ、公開してないの？公開してないの？近くに立候補者のあれもありません。うん、第一田村ビル、昼間に来ないとダメだったのかな。一応電気はついてる。1,2,3,4,5、あー、ついてますね。ここが選挙対策本部です。はい、立憲民主党のとこから南池袋の希望の塔の本部まで行きたいと思います。はい、池袋、こっち純駆堂のとこですね。純駆堂から入ったところに来ました。希望の塔の本部前です。このビルだと思いますね。ここだと思います。若狭勝事務所で書いております。音楽教室の上です。スケッチ上映、希望の塔、の届け出のとこですね。収納美人と書かれています。全39室、選挙対策本部は、ちょっとネットで調べてもわからなかったです。若狭さんの事務所でした。